直ちに怒りだ直虎殿お聞かせ願いたい貴殿は親方様に一体いかなる恨みがあると貴様この後に及んでとぼけるつもりかな、とぼけるなどとめっそうもござらん覚えがないだと本気で言っているのか貴様確かに我ら武田と井伊の間に戦がありました。しかしそれは戦の世の常、恨むのは筋違いでござる。大将戦の決着がつくまでみんな踏ん張ってよ。ありゃ呼んでいないお方まで来ちゃった。いいね、戦を取ってきやがって。これ以上好きにさせるか。直虎様の涙は枯れ果てた。その思いは男どもに分かるものか。拳と拳で組み合うか。それでも私は負けないがな。拳での勝負ならばそれはそれで望むところだ。いや勘弁してよ。突出するな。相手方の思うつぼぞ。ナオトラ様、我らナデシコ隊、いつまでもあなた様のおそばに。大将に真っ向から喧嘩売るなんざどうかしてるぜ。なんという凄まじい覇気、まさに強者。今私のことを暑苦しいと思ったか。めくれ俺たち限りのままに。あらら、武田の盛況もなめられちまったもんだね。体しがみたい迎え撃て。さてお前たち、楽しい忍び仕事のお時間だ。この強引さがいいの男どもには全く足りていない。やれやれ、お宅の相手してる場合じゃないんだよね。周り右して帰ってくれないかな。大家のごとくたぎる雪村殿のように。武田の駒だよ、見届けたぜ。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。うちら今結構忙しいんだけど、オタク空気読めてる？私の約束の人はお前たち武田との戦の最中、お前たちのせいで。それは否、たとえそうであろうとも、この雪村甲斐武田のルーツを任された身、負けるわけにはいかぬ。さーて、そろそろ本気でやらなきゃ残業になってしまう。自らの熱を使わずとも意味、これは極めてありがたいな。俺様に勝てそうだとか思ってない。主よ、この戦どうやら無事に乗り切れそうですぞ。命が咲かせる花の色。狂えよサスケ。ガッチャン、まずっちまった。すまねえ。
大将、あんたは負けちゃダメなんだ。おのれ、卑怯だぞ。真田が消えた。どこへ行った。出てこい。これはサスケの仕業か。これが俺様の精一杯だ。踏ん張れよ大将。いやいや、ナオトラ様相手によく粘ってるぜ。自信を持て。はい。え、あれあれ、うちの女将ほど怖くないか。次郎奉仕の男がのさばり。涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私はナオトラ、誰よりもひたむきなる虎だ。いかなる敵であろうと、この雪村一歩も引かぬ。クラチなケダモノめ、そんなに返り討ちにされたいか。お前といると静かでいい。いや、深い意味はないぞ。また学んだのだ、サトキ傭兵というものを。ふん、せいぜい調子に乗って油断しろ。いざとなれば私一人で決着をつけてやる。倒れるところは見せられない。時としてこの私ですら読み取りがたいと感じる思考、それこそ刑が極まってきた証だ。胸を張りたまえ。ほら、ナオトラ様の乙女力は物理的なもんだからさ。でしょうな。付き合う時は絶対に更生させてやる。覚えておけ、ナオトラの牙は抜けやしない。これほどまでとは思っておりませなんだ。ヒデ、それがしを追い詰めたあのナオトラ殿を破ったのか。にじった後には黒羽一つ。なるほど、これが伝説か。乱世においても揺るぎなし。これぞ武田が真骨頂よ。俺はもはや忍びではない、風の悪魔に他ならぬ。みんな、サスケ、すまない。俺が不甲斐ないばかりに、いざとなれば十二門戦にて相打つ覚悟。者ども守れ。今こそ門扉を塞ぐ岩をとならん。指揮する人が倒れた以上、俺たちただの烏合の衆。鍛えられたのは技じゃねえ、焦げるほどの魂だ。まばたきのマスラを押し、我が軍は上昇間違いなしよ。我らではまるで歯が立たぬ。お頼み申せ雪村様。私を仰いでくれたまえ。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田にサラダアーミー、いざ血のもとにこの雪村アーミー。まさに侵略すること火のごとく、震えているこの雪村の熱
き魂が武田は貴殿のような悲しい忍びを生み出さぬよう目指そう。今こそ吠えよ虎の魂。いかねば兵をぶつけるだけ損ずるか。この命、武田が未来のためにと、と、検証。ああ、私のことなど無視してくれて構わないよ。見てみてくだされ、親方様。見事は。この雪村、負けて悔いなし。